オンラインで販売される小型クロスオーバー。今回試乗した小さなクロスオーバーはヒョンデキャスパーという。車離れが進む都市部の若年層にアピールするべく、友達のような存在が目指されている。確かに個性的な見た目で、なかなか可愛い形だ。このキャスパーは、同社の多彩なラインナップの中では最小で。 韓国では2022年に発売されている。アイテンと呼ばれるコンパクトハッチバックと同じプラットフォームを採用し、全長は3 5 9 5ト、mm、ル全幅は1 5 9 5ト、mm、ルしかない。ちなみにこのサイズは韓国でいう軽自動車に相当する。ヒョンではアイテンを英国で販売しており、 兄弟モデルとなるキア機カンとも売られているが、英国を含む欧州での販売計画はないという、小さな車を好む人が多いとしても、安全規制や環境規制など欧州市場の要求は厳しい、価格の安い小型車で、これらを叶えつつ十分な利益を得ることは難しい、他のメーカーが小型車の開発へ、 二の足を踏んでいる状況もこれに起因する。韓国ではキャスパーはオンラインでのみ販売されている。ディーラーを介する体制がないことも輸出されない理由の一つだろう。それでも現地ではかなりの人気を博しているという。実際、都市部の渋滞に出くわすと少なくない台数のキャスパーを目にする。 小さいボディーだが、モダンな見た目に LED ライトが眩しく光り、よく目立つ。特徴的な見た目、宣伝不足のメカニズム。キャスパーは、トヨタ i5X のように、車高が持ち上げられたハッチバックではなく、明確にクロスオーバー側にある。スズキイグニスへ近い。上下にライトが重なるフロントマスクや、 格子状の模様が入るテールライトなど、デザインには触れたくなる特徴が多い。B ピラーが太く C ピラー部分のドアハンドルには、キャラクターのような笑顔のマークがあしらわれている。同社のデザイナー、サイモンロース B 氏の言葉によると、フィアット500とジープを掛け合わせたような車。とのこと、もっとも、 フィアットには 500X という、まさにそんなモデルが存在するのだが、車内は外観ほど印象的ではない。腕利きのデザイナーをもってしても、安価なプラスティック素材を上質に展開することは難しいのだろう。インフォテインメント用のモニターは、ダッシュボード上部から不自然に突き出ている。ヘッドレストを外すと、 前後のシートをフラットに倒せ、ベッドのような空間が生まれる。デザイナーのロースビーは、キャンプで車中泊する人も多いと話す。実際にステアリングホイールを握ると、欧州での提供が見送られた事実が見えてくる。可愛らしいスタイリングを持ってしても、宣伝不足のメカニズムまでは隠せない。 パワートレインは 1.0L エンジンのみ。試乗車はキー、GDI と呼ばれるターボ付きの。トップグレードだったが、質感は今一つだった。高速道路は間違いなく得意とは言えない。小さな車のシンプルな運転の楽しさ。少々荒削りなエンジンとはいえ、ある程度のスピードに到達すれば粘り強く走る。 高感触なステアリングホイールと短いホイールベースが生むシンプルな運転の楽しさを味わえる小さな車はやはり魅力的だと感じる間違いなく都市部では大柄な SUV より運転しやすい交通量の多い道でもキビキビと行く先を急げるアクセルペダルを踏み込むと 荒っぽい三気筒エンジンのノイズが響いてくる。現地の価格を換算すると、エントリーグレードのキャスパーは8665ポンド、約138万円になる。装備も簡略化されているが、かなりお手頃と言えるだろう。ヒョンデアイテンの英国価格は14995ポンド、約240万円ずだ。 韓国の自動車市場は多彩で、アメリカや中国の影響を受けたと思われるサルーンも人気が高く、欧州のようにハッチバックや SUV も数多く走っている。最近ヒョンデが力を入れているバッテリー EV はまだそれほど多くはない。そんなキャスパーだが BEV 版が計画されているという、妥当な価格で開発されれば、 欧州市場へ上陸する可能性もゼロではないだろう。都市部向けのコンパクトカーの選択肢は、欧州市場では減少傾向にある。ヒョンデ・キャスパーは、その魅力を再確認させてくれる。英国の若者がお友達にする日も、そう遠くはないかもしれない。番外編、筆者が気になった現地の韓国車ヒョンデ・スタリア。 近未来的なスタイリングをまとうスタリアだが、その内側はフォルクスワーゲンマルチ版と同様の、ワンボックスミニ版。車内には小型のキッチンをオプションで指定でき、キャンピングカー仕様に仕立てることもできる。ヒョンデポレスト。スタリアとは別に本気のキャンピングカーもヒョンデは提供している。 こちらはポーターと呼ばれる小型トラックがベースで、日本でいうところのキャブコンバージョンタイプだ。社名のポレストは、ポーター、配達員と、レスト、休養地を組み合わせた造語らしい。キッチンだけでなく、就寝できる空間が3カ所に設けられている。キアレイボディサイズはキャスパーに近い、韓国版系自動車。 助手席側にスライドドアを備えた。四角い形の都市部向けコンパクトカー。ガソリンエンジンの他に LP ガス仕様もあるのが特徴。2011年には BEV 版もリリースされている長寿命モデルだ。ヒョンデ・キャスパー 1.0T GDI 韓国仕様のスペック。韓国価格8665ポンド。 約138万円相当。全長3595ミ、mm、リメートル全幅1595ミ、mm、リメートル全高1575ミ、mm、リメートル。燃費12.312.8キロメートルパーリットル CO2 排出量130136ジンキロメートル。車両重量百八十六、千六十キログラム。 パワートレイン直列3気筒 999cc ターボチャージャー。使用燃料ガソリン最高出力 100PS45006000rpm。最大トルク 17.5kgM15004000rpm。ギアボックス4足オートマティック。